はいどうも。はいどうも、ショータイムゴルフです。イエーイ。今日はゴルフ5カントリーオークビレッジにやってきております。素晴らしい、はい、今日はかっちゃんが来ております。今テクテク歩いてます。帰り、ただいま。調子いいね、うん、ちょっと寒いから後で着替えるわ、うん、寒すぎる。いや調子いいわ。じゃ調子いい。やばいやばい、今日やばい。お願いします。かっちゃん調子いい。以上に調子いいでしょ。調子いい。よくわかんない。期待だわ。今日は期待していいですか。もちろん、いつでも期待して。皆さん期待してください。やばくね。よかった。やばくね。行動の方行ったよ。調子いいね。調子いいって言うだけあるわ。やばいね、調子いいね。魔術師出ちゃうわ。もうだって今右のカートからカットしてから。カッちゃん大丈夫だよ、プレボーあるから。ここお願いします。はいどうも。はいよろしく。見えねえ。全然見えねえ。リードいったんじゃん。まっすぐ行った。お願いします。お願いします。調子いい。調子いい。うん。おお調子いいね。調子いい。すぐ。フェアウェイ。おそらくフェアウェイにあんな。ちなみにね、カッチャのボールあるとしたらあの辺にある。一応探そうかな。うん、探してみる。あの辺だよ。打てるんじゃない。打てるけど大びくいの。外出てるから、ね、多分あるっちゃあるよ。まあ、まあ、なんか一個ある。え、あ、噛んだよ。噛んだよ。噛んだよ。いや、やっぱ持ってるわ。あ、ちょっと待って。182、はい、182ね。182。何番の7番。7番。え、うまくね。1ミリも見えないんだよ。俺も見えない。どこ行った。でも音はした。でもグリーンになった音したよ。あ、そう。何ヤード。その何、なんか手に持ってるのかっこいいね。123 157。どっち。157。123 123。クラブ間違えた。うん、ピッチングで。ピッチング。ショータセカンドショット。もうただ一人コース内にいる。多いんじゃない。どう。いい。弱いな。はい、ナイスバーディー。あ、ナイスだね。これさ、だって2万円切ってんの、すごくない。2万円切ってんの。はい、すごいね、高級感あるね。あるでしょ。かっこいいね。この2つのレーザー距離計、テクテクテックの、レーザー距離計はですね、US Amazon レーザー距離計ランキング2016年、17年、18年の3年連続第1位ということで、おすすめポイントが安さ、うん、安さ、安さと、まあ、大手のレーザー距離計と遜色のない機能性の良さということで、今日はこの2つを使っていきたいと思うんですけども、こんな方におすすめ。レーザー距離計を初めて購入される方でも、まあ、使いやすい、使いやすさと、まあ、価格帯も安いから、もね、初めて使う方はやっぱ高いとなかなか手が出せないんですけども、まあ、安いので1万6000円、7000円くらいから売ってるんですかね、うんうん、そう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 、リーズナブル。大手のだと4万円とかしますからね。ラウンド1回ね。そうだね、本当にラウンド1回我慢すれば買えちゃう。半額以下で買える。でこちらの方が V プロ 500S。 V プロ 500S すごいです。これが1万9800円。すごい安い。安い、キャバクラより安い。これね、打ってみると使いやすい。うん、非常に使いやすい。これはもう本当に数字が余分な情報がないから、うん、シンプルにね、初心者にすごいおすすめだと思う。なるほど。でこっちが ULTX800。 24000円。24000円。なんかターミネーターみたいな名前だね。でこれは、うん、高低差、そう、巻かれる。これはこうやってちょっと前に出すと、うん、これが通常なんだけど、うん、ちょっと前に出すと高低差が出る。あ、そういうこと。高低差測れるモデルしたら
めちゃめちゃ安い。めちゃくちゃ安い。だって、うん、他の会社だったらもう4万5千とか、うんうんうん、5万とか超えてくるから、ね、そうだよね、すごい安い。物によっては10万ぐらいですもんね、はい、うん、こっちの白い方はピンに当たるとブブブってなるんで、うん、なるほどね、ちゃんと、うん、ちゃんと当たってるっていうのが、でこうやってこうすごい軽い、軽そうだね。防水、防水マジで防水、防水、雨の日も全然使えるってこと。いいね。欠点探そうが難しいね。こっちはパッて数字が出ます。なるほど、約 0.2 秒で距離表示っていうね。 0.2 秒、超速い、すごいね。294の180、もうプラスマイナス 0.3 ヤード、誤差 0.3 ヤード、誤差がね。なるほどね、はい、どうも。超高精度、精度がすごくいいってことだね、はい、うんうん、じゃあ俺の目に匹敵するってことね。そうだ、そうだね、うん、珍しい。このテクテクテックなんですけど、ここにあるコードを使ってテクテクテックサイトから購入すると 5% オフになります。なるほど、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ Amazon じゃなくて、そう、もうあの公式サイトから、ね、公式ホームページから、ね、よろしくお願いします。お得な情報です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。プレデターとかが持ってそうかな、うん、2万円切ってもあの正確性、うん、エイリアンまで123ヤードとか言って、うん、2万円4打目92ヤード。かっちゃん100切ってるよ。92ヤード。90は切らなかった。95は切ってきた。なるほどね。2万円を切ったレーザーと、この90を切った、100を切ったかっちゃん。かっちゃん。領収書あった。どっちがいいのみたいな。どっちの方が上か。お、いいんじゃない？2万円に勝つか。はい、ナイス。おー、ナイス。はい、やりたまー。ナイス。さすが。はい、どうもマジシャン違うね。やっぱマジシャンは100ヤード以内急に地震出てくるから。100ヤード以内。マジシャンオブプレイング。また今日も？今日もそのキャラで行くの？マジシャンオブプレイング4で。第1回まだ出てないよ。まだあのまだ放送されてない第1回。いやー超魔導だねあれね。うまいわ。最初から、ね、超うまいんだけど。スピンコントロールができてる。ちょっと OB 行けばね、もうこっちのもんだからね。こっちのもん。もう誰よりも近くに行くからT ショットさえ曲げればもう右に出る者いない。あとは任せてくれた。フレイング4に立たせればもう右に出る者いないんでしょ。急にコンフィデンスがね。自信がすごい。早すぎんだよ。早すぎんじゃねえ、遅すぎんだよ。あの、うわ、早っ。今日何フィート？ 8.75。 そんな遅かった？めっちゃ遅い。やべえ、プレフォーに負ける。本当にさ、プレフォーに負ける。カントもあるとマジでペースがさ、ペース感覚おかしくないから、ちゃんと自分のスコアとかじゃなくなっちゃうからね。そうちゃんと自分のペースで行かせてもらうわ。ボギーパット、ボギーパット、 OB さえ打ってなきゃバーディーパットなんだ。そうドライバーがネックだよね。ネックどころの騒ぎじゃないけど、あ、そういう感じね。オッケー、オッケー、ありがとう。ライン出し勝手にやる。ナイスパー、ありがとう。よく分かったね、俺がパー取るってのは。なーい。スパーと思いきや、オッケー。マジシャンがなんかしたい。今え、今なんか魔法で曲げた。オッケー、パーだな。あー、ありがとう。パー、ボギー、ダボ。はい、最先、うん、前半ウォーミングアップでしょ。ウォーミングアップでしょ。後半がクールダウン。どこで調子出すんだよ。昼飯。ショータはこれ何？2番やん。2番やん。これやっぱり熟練のゴルフ。そうだね。なるほどね。頭で255、うん、ぴったりぴったりだね。これは何？レーザーの性能がいいっていうか、ゴルフ場の測定が正しいというか。もしかしたらこのレーザーを使ってたのかもしれない、オークビレッジ。さあ、ティーショット。なんかちょっとティー高めだね。テルキのドライバーぐらいあるよね。そうだね。マンチだね。うん、あ、でもフェアウェイだわ。いい感じで。フェアウェイ。手離してもフェアウェイ。カマドライバーを握って。ちょっとさ、みんなあんま急がせないで。
急がせないで、うん、急がせんのは誰よ。これも血、ちょっと血引っかかってる。ちょいチーピン林の中突っ込んだ突っ込んだ、うん、ナンバー 5W 番グッチ5番グッチ5番グッチ弾が上がるのかちゃん本気でやったらうまいんだけどいつもふざけるからな。なあ、うん、ふざけちゃうんだよ、ね、やってるわ俺みたいにさ、うん、ふざけてるように見せて本気でやってる人とは違う。そういうとこだよね、うん、でもあるんじゃないの。これありそう、ありそうありそう。左、いや超右、右は飛べばある。セカンドゴロ的な。セカンドゴロいや攻めてライナーにして攻めてライナーにしてセカンドの頭上を超えてったくらいの弾道あったでしょ。ないでしょセカンド正面だね。セカンド正面。寒がりだ ね。いやっていうか俺が寒がってるから気温が低いんじゃん。出たよ、いやいやいや出たよ、またまた5、6出るよ。あるある、これあると。じゃあちょっと今回はチャンスないな。なあ、かわいそうに。あそこから行きたかったよ、せっかくの見せ場が。かわいそうに思ったよりまっすぐ行っちゃったわ。そうだね、まあしょうがないね。これを教訓に次のホールからしっかりと。何やろ、わかんない。あ、だ今こそこれだって見えないんだって。いや違う、これほら透けて見えるやつだから。 透け、あ、そっか、透けて見えんのかよ。透けて見えるんだ。120 OKOK 表示で多分40ヤードとか出てる。何番、あれフィッティングで持ってきてない。超えねえだろこれ。いや超えるだろ、開けば超えるよ。いや、うん、あの枝は超えるやつやん。うん、いや当たっても大丈夫なやつ。おおうめえ、ナイス、めっちゃうめえ。これもう激ニアピン。ナイスバーディー。はいどうも、はいどうも。いやあの男やるわ、この男。俺、うん、この男やるわ。132で、一応のセーター128 50。いいね、イメージ出てるな。うん、完璧だね。池にビビんなよ。ああ、ショートサイドだろ。あ、ショートじゃねえな。うん、うん、安パイ。池ビビんなよとか言ってなかったっ。ある。出てる出てる出てる。マジいや、これだよ。こういうところなんだよね。違うわ。やっぱ運の良さなんだよね。違えわ。出るね。これちょっと池ビビらず行くわ。ビビんなよ。ビビるわけねえだろ、こんな70。ああ完璧だね。うまいうまい。ああこれうまいわ。はい、ナイスナイス。 80.4 ヤード。 80.4。 全然ちげえじゃねえか。全然ちげえじゃねえか。全然ちげえじゃねえか。乗ったからいいね。ナイスナイス。全員ツーオンしましたね。そうですね、そうそう、珍しい。あの T ショットから。あら珍しい。これ缶ナイスバーディーじゃない。ああ、ありがとう。缶だけ缶だけ登って下っていく感じ。最後スライスかな。おー、いいね。そっからスライス。せはい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 。本当に 8.5? 最後下ってる。ゴー、あーちょっと弱かったね。ナイスパー、ナイスパー。リッチにマークした。翔太のバーディーパット、どう、刻んだ甲斐あった。あったあった。あった、ちゃんと乗ったの。うん、そうだよね、前回池入ったもんね。ドライバーで果敢に攻めてそっから池入れたもんね。来た、入ったべ。ナイス、ナイス、バーディー。
ナイスバーディー。いいね。これ多分かぶってる帽子がいいんだろうな。帽子いいね。ああ、帽子。帽子のおかげだわ。調子いいんじゃなくて帽子。帽子。かっちゃんパーパット。ちょっと長め。2メーターちょい。あれいい、ね、そっちからもスライスした？そっちからもスライスしたね。よくわかんないな。いいね。パーパット。やっぱ奥のグリーン周りは難しい。ナイスパー。ナイスパー。おー、翔太偉いね。ちゃんとヘッドカバーやって。マナーいいね。マナーいいっしょ。お偉いわ。ちゃんと自分でクラブを持って。マナーいいっしょ。マナーいいね。やっぱバーディー取るやつちげえな。ちげえな。そういうところだな。こういうところなんだよね。ボギーだったな、でも。あ、ボギーか。そっからうまいことボギーだったよ。2打目が圧巻だったもん。圧巻だった。うん、Tショットも圧巻だったよ。ちょっとね。あかんやろ。あかーん。あかん。あんな面白くない。翔太。急になんか本気になってきた。ね。なんかバーディー取ってちょっとね。ちょっと。今日はやるしかないと思ったんで。出だし悪くないからちょっとやっとくかみたいになってるよね。すぐ真似する。ゾゾ出てんですか？ナイスショー。ドまっすぐ。マシュってた。ドまっすぐ。マジかっけ。さすが。でも仕上がってるんで俺。マシュ。リアルマシュやった。マシュ来たの。めっちゃ右。右大丈夫。右は大丈夫。左ダメ。左がダメ。カット。カット。おお、ナイスカット。いや、なんか仲間がいて嬉しいわ。あ、カット、ね、カット仲間。カット仲間。カット仲間、俺ら。カット仲だよ、カット仲。いや、ありがとう。もう一人右来てくれて。一緒にいたいじゃん。ああ、やっぱり。あ、俺と一緒にいるといいショット出るもんね。そうなんよ。ね。だからフェアウェイキープして。喜んでる場合じゃないよね。右曲げなかった、しまったって思わなきゃいけないから。しまったね。じゃあちょっとしまったね。しまった、うん、しまっただいぶしまったね。しまない一本だけ。あ、8番で何でもできるようになんなきゃダメなんだよ。2、3本持ってけって教わんなかった。いや、1本で何でもやるってこと。235番。手前くらいまで。どこ狙うの？このちょっと間。そこの間。量は弾道高いから。ああ、いけるね。おお、ナイスショー。ナイス。190エッジまでね。うん、35入ってるから。あ、マジで。8番やこれしかね。あの辺から適当にドロー。うん、適当にドロー。適ドロー。うまっ。うまいけど左じゃね。ダメなのあれ。ピン右奥だよ。うそ。ほんと。あ、なんか左に乗ったな。あ、ナイスオン。いや、かっこいいね、翔太。日に日に後ろ姿が。半袖いいね。167。クラブがね。8番あるよ。あ、8番って。はい。すごい無限のクラブだわ。はあ、友情がちょっと今垣間見えたよ、2人でしょ。うん、なんか半袖になった割には飛んでない。ちょっと滑った。左足が滑ったね、今ね。ナイスオン。ナイスオン。めちゃくちゃ滑った。ああ、いいだろ、これ。ああ、滑っても乗るんだよ、これ。受験の時にこれ持ってけよ。でもすごいおしゃれはおしゃれ。オシャンティ。オシャンティ。モテそう。ついに、うん。ついに来た。ついに。ついてる。うん、ついてるよ。サンドウェッチで。うん、サンドウェッチ。あれ。ああ。ハンダ。ちょっとね、厚く入ったね。厚皮の餃子だったね、今ね。ちょっとね。あ、好み分かれる。うん、分かれる。俺薄皮だわ。翔太、バーディートライ。翔太、これバーディー？余裕。ラインが見えた。いや、イーグルまである。
イーグルもうねえよ。なんでだんだん俺みたいなことを言い始めるんだよ。洗脳されるんじゃないよ。イーグルあるわ。イーグルある。バーディーパットなのにイーグルある。うん。そっから意外と重い。いい感じ。ナイスイーグル。おお、ナイス。はい。入ってねえのに万歳するんじゃないよ。上りの10メートル。めっちゃ上り。めっちゃ上り。惜しい。ランバーディパット。早いな。シャンクしてんじゃん。なんか先に当たんだよ最近。びっくりした。今歩き始めた瞬間に落としたもん。しくしょう。わ。パターでシャンクしてる。これなんかもう泥がすごいんだよなボールの。泥めっちゃつくね。うん。もういいや。パパット。上りフック。ナイフック。切れた。満点。大ボギー。やーべえ。3ホールで2つもボギー打ってるわ。これはどっち曲がるね。左に曲がるね。左に曲がるは曲がんないけど。すげえ下れ。読めた。三下り。今日全然読めねえ。ナイス。ナイスボギー。ナイスボギー。ボギーで叩いた。ダンク叩いた。うん。ショータパーパット。パーパットは余裕なんだよな。パーパット余裕。うん。ナイスパー。ナイスパー。いいね。ピンチを切り抜けたね。ピンチじゃない。ピンチじゃない。チャンスだった。バーディー逃しのパー。バーディー。いいね。ポジティブシンキングいいよ。たっちゃんポジティブに行こうぜ。ポジティブに行こうぜ。うん。ポジティブにバンカーの顎を歩いた。